小学男子 4×100m リレーで優勝した丸岡陸上の下川選手です。おめでとうございます。今のレース振り返ってどうですか？バトンパスがうまくいかなかったけど1打点で良かったです。はい、今後の目標は何かあれば教えてください。今後の目標は53秒台を出したいです。はい、頑張ってください。ありがとうございました。